蒼月の章、果敢の説、金字架の願い。王都奪還に成功した王国軍は、直ちに国内の正常化と軍の再編に着手しようとしたが、そこへレスター諸侯同盟の盟主クロードより救援要請が舞い込む。ディミトリは同盟の救援要請に応じることを即断、救援軍派遣の準備を急ぐのだった。はい、ファイアーエブレム深瀬先生続きからやっていきたいと思います。何救援って今すぐ行こうね、私一人で行くよ。なんならやっぱクロード君は助けに行かなきゃダメダメ。何？エーデルガルトがクロード君いじめてんの？刺すよ。ほんと。どうなんだろう。何に対する救援なんだ？同盟から救援要請があった。帝国軍の侵攻を受けているそうだ。やっぱそうなんだ。王都を奪還したばかりだというのに、皆には急な移動を強いた。すまなかったな。いえ、それは問題ありませんが、それよりも同盟の状況はどのような。リーガン家が主体となって同盟諸侯を糾合し、総力を挙げて帝国を迎え撃っているが、それもどこまで持つか。敵の猛攻の前に厳しい戦いを強いられているそうだ。グロンダーズでの敗戦で弱っていた同盟を帝国はここで一息に潰す気なのだろう。我々が王都へ兵を返したのを見るや、即座に同盟侵攻に乗り出すとは。将はアランデル公フォルクハルト、皇帝エーデルガルトの摂政を務める男です。おそらくグロンダーズで負傷した皇帝に代わり指揮を取ることになったものと。内政のみならず傭兵にも長けるラツワン摂政、油断できる相手ではないな。それにしてもアランデル公か。俺はもともとアランデル公が9年前の事件を引き起こしたものだと思っていた。王国を立った時期に不自然に途絶えた寄進、何かと不審な点が多すぎたからな。アランデル公がコルネリアと結託して、なら5年前のクロニエたちの言葉は、いや、それよりも今は同盟の話だ。皆はどう思う？今同盟を捨て置き、デアドラが陥落すれば厄介な状況になるのは間違いありません。北東の同盟領、南の帝国、二方向に敵を抱えてしまいますから。そうだな。仮にそのような状況になれば、帝都に兵を進めるのもままならなくなる。レア様のことは心配ですけれど、今は同盟を救うべきではとも思いますの。あ、これを口実にして同盟に協力の約束を取り付けるなんてのはどうでしょう。もしくは帝国と戦っている間後ろを攻めたりしませんって約束をしてもらうとか。あらあら、だったらいつの間にそんな悪どいことを言うようになったの。なったの。あなたはどう思われますか。いや、私はもう早く向かおう。なあ、そうだな。それでこそ先生だ。もちろんいずれ難進するための損得感情もあるが、何より助けてくれと言われたんだ。それを見捨てるわけにはいかない。急ぎ出陣の支度をするぞ。皆も備えておいてくれ。なるほどね。あ、どうしたの。メリセイさんのやつ見たことあるかな。相談があるのだけど、ちょっといいかしら。助かるわ。相談っていうのはね、これなんだけど、養父からの。なんだっけこれ、見てないかな。あら、やだ、まだ話していなかったかしら。私を士官学校に入れた人なんだけど、言ってしまえば私の紋章を利用するために私を教会から引き取った人ね。
断絶した家の紋章を持った私を利用して貴族に成り上がりたいみたい。今は王都に居を構えているけれど、私を引き取る前は各地を巡る商人だったそうよ。とにかく欲の深い人で、この手紙は有力貴族との縁談があるっていう話でね。やるよね。本当に戦争が始まったっていうのに、のんきなものよね。その通りだ。それでね、この縁談なんだけど、なんて返事をしたらいいかと思って。結婚するのって。そうね、それも仕方ないとは思うわ。だけどもしここで流されてしまったら、絶対にいつか後悔すると思うのよね。断ろうって心は決まっているのだけど、なかなか踏ん切りがつかなくって。前に話したかもしれないけれど、私教会で働きたいのよね。教会じゃなくても構わないわ。人の役に立つ仕事なら、教師でもお医者様でも。だけど貴族のお嫁さんになってしまったら、そういうのって少し難しいと思うのね。そうね。私これまでずっと誰かの意志に流されるまま生きてきたわ。全ては女神様のおぼしめしなのだと、そう自分に言い聞かせてごまかして。養父が私を教会から引き取った時も、士官学校に入れられた時もそうだったわ。初めて自分で自分の道を選んだのはこの戦争に身を投じた時だったわね。もちろん養父には反対されたけれど、なんとか丸め込んでここへ来られたわ。だけど決別まではできなかった。まだ手紙が来るのがその証拠ね。私養父が怖いわけじゃないのよ。それよりももっと怖いものがあるの。すごいわ、やっぱり先生は何でもお見通しなのね。で、相談っていうのはね、先生に一言背中を押してもらいたかったの。手紙の返事を書こうとしたけれど、養父に決別を伝える勇気が出なくって。返事しなくていいんじゃない？それはまずいわよ。勝手に話を進められたら困っちゃうし。そうだよね。だけどそれくらいの気持ちでいないと、決別なんてとてもできないわよね。なんだか今なら返事をかけそうな気がしてきたわ。私には心に決めた生き方があるので、その縁談はなかったことにって。ついでに心に決めた人もいるって書いちゃおうかしら。え、誰？あら、もちろん、あら、あなたのことよ。嫌だった？なんちゃって冗談よ。私勇気を出してみるわ。あなたのおかげで一歩踏み出せそうな気がするの。やっぱいいな、メルセデスさん素敵やな。誰誕生日？シルバー。はい。シルバー何好きだったかな。わかんねえな。
あんたの呼び出しとあらば断るわけにもいきませんからね。ありがとうございます。俺は好きじゃないか、ごめん。いい香りだな。頑張ろう、頑張って、ちゃんと3回成功させるよ。おしゃれ、よし。理想の教師いいぞ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 、うまいぞ私。イエーイなんかちょっとわかるよね、シルバンの好きなことは。たまにはきちんと鍛えないとと思って、先生よかったら付き合ってくれません？わあ、そうですかね。笑ったんだけどな。ごちそうさまでした先生、またお邪魔させてくださいよ。笑顔で対応したつもりだったんだけど、くそ、違ったか。はい、ということで散策します。やっとですね、うん。今回は隣にいらっしゃるぞ。そういえばアッシュ君、元を奪還したその夜にデアドラからの旧詩が届くなんて、クロードは僕たちが王都を取り戻すのを読んでいたんでしょうか。まあそれはそうだと思う。昔からクロードは何を考えているのかよくわからない人でしたけど、いろんなことを見通されてるみたいで、なんだかちょっと怖い気もしてきます。まあね、頭がとてつもなくいい感じするもんね。しかしね、そうです、フォート同盟領が戦場になってしまいましたか。あ、別に今まで同盟領内で戦いがなかったわけじゃありませんけどね。諸侯同士の小競り合いとかパルミラ人の侵入とかは今まで何度もありました。なんだあの女、なんだこの女。だけど帝国軍による本格的な侵攻となると意味合いが全然違ってきますよ。実家が戦争に巻き込まれないか不安です。うまく帝国軍を撃退できるといいんですが。ミグナツ、私気になっちゃうのこの女が、すごいのよ、意志強すぎ。あ、フェリクス君いるよ、はい、とりあえずミッションだけまずやらないとね。どこにいらっしゃる、こっち。叔父上から父の遺品を受け取った。武具や書物の類ばかりだったがな。だが親父殿が、父上が本当に残したかったものはディミトリを王にしてやるという使命なのかもしれない。俺はそう思っている。そうね、すごいじゃんめっちゃ人いるじゃん。どうですどうですって言われた。どうかしら。そういえば死神騎士を覚えている？私を刺した男よ。彼は今帝国軍の将として縦横無尽に戦場を駆け巡っているそうよ。残念ながらデアドラを攻める帝国軍の中にはいないみたいだけれど、いつか私の目の前に現れたら必ずお返ししてあげるわ。私はでもなんかちょっと死神騎士難しい問題だな。だってやっぱほらねえ、メルセデスさんといろいろあると思うね。奪還した今どういうアングル？殿下ではなく陛下とお呼びしたいところなのですが、自分はまだ戴冠を受けたわけではないと固くなにそれを拒まれるのです。ですがこの戦が終わり教団より戴冠を受けたその時には陛下とお呼びできるのでしょうか。感慨深いものがありますね。さて私は密偵の報告を聞かねば。実は少し気にかかることがありまして、確実な情報がつかめた時に改めて報告させてもらうつもりです。何だろうね、があるのです。魚。ありがとうございます、はい、やった秒でしたね。二人いる。ああ、コルネリアがレアを捕らえている可能性も考えていたのだが外れたようだな。
次に戦うことになるアランデル公は、もともとは敬虔なセイロス信徒だった貴族だ。いつからか寄進も途絶えてしまったが、あの男なら何か知っているやも。知ってんのかな。クロードさんを助けに行くそうですわね。とっても良いことだと思いますわ。わかる。クロンダーズの海戦では敵対してしまわれたでしょ。私とっても悲しかったんですのよ。昔の関係に戻れると良いですわね。そうですわねですわね言いたいだけ。そうだな、コルネリアか。格別に懐かしい名だった。彼女ちょうど我が輩が貴族を辞め帝国を去った頃、彼女もまた帝国を出て王国へ行ったと記憶している。そして彼の地で流行り病を食い止めてみせ王の信任を得たという。立派な学者だった彼女があのような凶行に及ぶとは。時の流れとは残酷なものだな。でもやっぱハンネマンさんとさあれってことはやっぱいいお年よね。絶対いいお年よ。おばさんおばさんどうせ同盟寮に行ってもレア様が見つかりません。クロードなんて放っておいて早く帝国領に攻め込めばいいのに。あ、同盟領を攻めてる帝国軍に勝たないと帝国領には行けないのか。うん、じゃあ僕も頑張ります。本当はクロードのことも嫌いじゃないし。あ、そうなの。嫌いじゃないの。よかった。なんかてっきり嫌いなのかと思ったよ。だったらちょっとこの戦いちょっと出さない方がいいかなとか思ったけど。そうですね。すでに帝国の侵入を許しているなら新帝国発諸侯はもう動けない。コーデリア家とグロスタール家は蛇に睨まれたカエルですとなれば、クロードに協力しているのはおそらく。ゴネリル。地理的に全軍投入は難しいと思うから、うん、援軍もあまり期待できないかもしれません。何にせよ動員できる兵力が少ない上にグロンダーズでの損害もありますし、帝国軍を相手に同盟軍がどれだけ持つか、救援を急がないと手遅れになりますよ。そうだよね。リーガン家が主体となって同盟内の勢力を糾合しているか。昔からクロードはつかみどころのない男でしたから、彼が立派に名士を務めていると聞くとなんだか不思議な感じがしますね。まあ、それはわかる。でもね、ちゃんとしてるよクロード君。何？今節我々はミルディン大橋を拠点とし、可能な範囲で大司教芸家の捜索にあたる。今ある情報を総合すればやはり一番怪しいのはテートだろうが、傀儡当主の立つブリュム領、当主が失脚し行方をくらませたエーギル領、今の帝国にはきな臭い場所が山ほどある。探っておくに越したことはない。だが同盟救援にあまり時間をかけられても困る。迅速に頼むぞ。そんな言われたって困りますよ。本当何なんですか何なんですかってこともないけど、一人でいる、一人でふって言ってる。誕生日近いからかな。絶対そうだよね。助けを求められたら見捨てられないか。ディミトリ君も随分と甘い男になったな。だが物事の本質を見抜けていないようだ。彼は重大な誤認をしている。クロードがディミトリ君に助けを求めた。違うな、そうではない。そうじゃない。先生も分かっていないようだな。ごめんね。すなわちクロードはここに僕がいることを知っていて援軍を求めてきた。つまり遠回しに僕に泣きついてきたのさ。ディミトリ君ではなくこの僕にね。助けを求められては見捨てられないな。仕方ない、助けてやろうじゃないか。そうだよね。そうだと私も思うよ。わあなんて言ってあげたらいいのよね。そういえば帝国行ったり王国行ったり、また今度は同盟行ったり、なんというか皆さん世話しないですよね。
まあ身軽なのは悪いことじゃないですけど。確かに忙しい。忙しいだけならまだいいんですよ。怠ければいいんですし、怠けたら命を落とす方向で忙しいから困るんですよね。そうだよね、ごめん。彼にはなんかのんびり生きててほしいよね。なんか一生のんびり生きててほしい。なんかごめんね、本当にこんなね。ここに誰もいないの珍しくない、ね、痩せ細った貧しい土地を実り豊かな土地に変える方法はないのでしょうか。これかな。よし、誰がいるよ。すみません。誰？そういや、エアドラが攻められていると聞きましたが、ジュディット様はご無事でしょうか。いくらダフネルの列女と称えられる公爵でも、帝国の大軍を前にしては、ここでご無事を祈るしかないのがもどかしいですね。でもあの人すごいパワータイプだと思うから大丈夫よ。ひどいかなと思うけど。いやいや、あの人なんか殺しても死ななそうだもん。うん。何買おうか。やった。私キーホルがいいな。これでいいか。よし、終わったぞ。また来てくれ。ほとんどマックスよ。いい感じ。はい。何やんだろう。同盟領の東方、フォドラの喉元を越えると、そこはもうパルミラの領土です。東部国境に接するゴネリル家は、同盟随一の武勇を誇るホルスト卿を擁していますが、パルミラ人の見張り役を使命とする彼が、ゴネリル領を離れることはないでしょう。ねえ、はあ、名士は虫が良すぎるし、王子は人が良すぎやしませんか。ブロンダーズでは殺し合った相手ですよ。私の同僚も同盟兵にたくさん殺された。いえ、文句を言うのはやめておきます。この遠征は戦略上意義のあるものですし、みんなはすっかり乗り気ですけど、思うところがないとは言えませんよ。文句言わないと俺に言うわね。まあ気持ちはわかるけどね。先生、そうですね、王都の復興にはまだしばらく時間がかかると思います。けどまだ王都は死んじゃいない。フェルディアの民は何度でも立ち上がる。見ていてください、きっとすぐに元通りの町にしてみせますから。いいね、それぐらいやっぱポップに生きてた方がいいよね。あら、そういえば顔見てきたの。王都にはね、私の養父が住んでいるのよ。この間少し顔を見てきたのだけれど、王都がコルネリアの支配下にある時には彼女にこびへつらってたみたいで。いやだ。だけど私たちが王都を取り戻した後は、王国に恩を売ろうとあれやこれや。そうね、生き残っていくためには必要なことなのかもしれないわね。どんな世の中になっても養父のような人はいなくならないのでしょうね。そうだね、そういう人はもういつのどんな世の中にもいるよね。エアドラか、私ずっと行ってみたかったんです。ほら、ファーガスの街って要塞の一歩手前みたいなのが多いから、水の都っていう響きだけでもうなんとなくおしゃれな感じがするというか、戦争が終わったらみんなで遊びに行きたいな、なんて。いいね、なんかみんなで遊びに行くっていいね。なんかそういうハートフルなゲーム作ってほしいね。意外なんだけど、あの年の生徒の中でもひときわ頭の回転が早かった。それに常識にとらわれないというか、フォドラの枠にはハマらんやつだったな。救えるものなら救いたいが、まあそうかもしれん。空腹の英雄凡庄に及ばず、この格言知ってます？私が考えたんですけど。なんだこの人、お腹が空いてたらさよなら。私が考えたんですけどとか言ってきたんでびっくりするよね。なんかドゥドゥと料理。もうこれ恒例行事なんで、
料理は好きだ。そうだな。飛ばしてもいいけどね、もう何回目って感じだからね。ほう。そういえばね。こっち行ってないね、そういえばね。うわー、何ですか冷たい。何ですか。どうしよう。これすごい量あるんだよね。これどう？むちゃくちゃでしょ同じのしか植えないっていう。ねえ、まあ、たまにはね。あ、ペトラさん。デアドラから海見える、聞きます。いいえ、海目の前ですか。ブリギット、海すぐ近く、目にする常でした。ガルグマクいる、海見えない、ですから少し惹かれます。海美しい。はい、海美しい思います。しかし怖い時まれあるあります。まあね、私海はね、見るのは好きだけど、見るの以外は何も好きじゃないですね。臭いしベトベトするし向いてないよね。お疲れ様です。本日も異常なしであります。デアドラは水の都の異名を持ち、まるで海に浮かぶような街並みと大きな港が特徴の美しい都市です。平和な時代であれば楽しい旅になったでしょうが、ご分を。はい、頑張ります。そういえばよいしょ、せっかくフェルディアを取り戻したのに、お買い物もできませんでしたよ。戦争が終わって町も復興したら、改めて遊びに行きたいな。その時は先生も一緒に行きましょうね。本当に嬉しい。あ、でもそんなことより、今クロード君が大変なんでしたっけ。多分私の実家も巻き込まれてます。先生の力で何とかしてあげてください。大丈夫、先生なら勝てる。えいえい、おー。私すごい後ろの人が気になっちゃってさ、後ろの人だってさ、これをさ乗り越えていってたよさっき。怖いね。この辺誰かいるはずなんだけどな。先生。よいしょ。どうだ先生。誰もいない。かな。クロードのやつ、卓上の鬼神なんて呼ばれてんだよな。くそ、俺もかっこいい異名が欲しいぜ。デアドラであいつを救い出せば俺にも何かつくかな。異名見てろよ、あいつの策に負けない俺の策、ズバリ何もしない無為無策だ。やっぱいいな、彼好きだな。え、なんだろう、そういう異名でしょ。なんだろうな、なんかかっこいいのも難しいよな。でもマリアナさん、ディミトリさんとクロードさんが敵対しないでくれてよかったです。私が同盟諸侯の娘だからというのももちろんありますけど、同じ学校で学んだ者同士で戦うなんて悲しいですから。マリアナさんさ、風化雪月無双の時の髪型がもうめちゃくちゃ可愛くて、私本当にね発狂しそうになったなんだろう、私ロング好きだからさ、ロングだったし前髪パッツンだったし、え、完璧やんと思って、ちょっとびっくりしちゃった。本当早くやりたいですね。この動画が上がってる頃もう出てる可能性もあるけども、早くやりたいですね。これ今何をやってんの。今回は格闘ね。格闘。もうカスパルで行くしかないね。はい、S だもん。いけるいける。余裕だよ。うん。ダメんじゃないよって。運も実力のうちだぜ。強いね、でも向こうも。威力19。いけるいける。うん。運も実力のうちだぜ。
余裕かな。邪魔する奴は残らず撃つ。一回回復して、はい、 HP が多いな、無駄にな。お疲れ。強すぎ。あ、それな、露出のなんちゃらとかつけたらいいんじゃない、意味を。もう最低限で露出とかね、うん、露出を高めだからさ。誰が相手でも勝たなきゃならねえ。余裕の勝利でしたね。うん、疲れ。超余裕って感じ。あと喋ってない人って、なんか全然見つけられない2人と、このね、向こう側ぐらいか。どこにいるの、あ、そっち言ってよ。そうだな、いよいよ帝国との決戦と気合を入れていたのだが、ここでデアドラに向かうことになるとは、いやはや想定外だった。だが女神に剣を捧げた騎士として、救援を求める者たちを放っておくわけにはいかんからな。そうね、私らもレア様の捜索を続けてるが、現状まだこれといった情報はない。アランデル公っていや、皇帝の実の叔父で帝国の摂政なんだろ。デアドラで奴をぶっ倒せば何か手がかりが得られるかもしれないな。ほんとね、即ボコボコにしちゃおう。うん、容赦をしないって感じ。ルル、そうだな、20年以上も前の話だ。フェルディアで病が流行ったことがある。次々と民が倒れていく中で、病から国を救ったのがコルネリアだったな。ああ、俺もだ。俺が物心ついた頃にはすでにあの調子だったから。疫病の流行を収束させたコルネリアは民衆から聖女と称えられたが、いや、聖女ではないよね、どう見ても。ある日を境に人が変わったのだそうだ。言動も思考も何もかも。それでも父は彼女を重用し続けた。彼女には国を病から救った功があったし、何より母がコルネリアを信頼していた。だからあの女の言葉は、いや、ウラル・ダリウス公であるロドリグ殿が亡くなられた今、その後を引き継いで王国の東部諸侯を糾合しているのはゴーティエ辺境伯だ。ゴーティエは国内でもフラル・ダリウス家に次ぐ名家で、シルバンの実家でもある。帝国についた勢力の総統や王国軍の再編に当たってくれている。無論その報告は殿下にも絶えず届いているわけだが、ご無理をなさらぬよう俺がしっかりと見ていなければ。先生もどうか殿下を頼む。あの方は目を離すとすぐに無茶をする。じゃあ分かった、私は殿下を見守る、ルルを見守るね。これでどう。ルルかしらいらねえよって感じかな。だからちょっとね、見守りたい。うん、そういや、水上都市デアドラ、綺麗な街だってよく聞きますよ。どうせ行くんなら戦争なんかじゃなく女の子と二人での旅が良かったですね。一緒に。本当ですか、やったー、かわいい。じゃ精一杯生き残るとしましょうかね。かわいい、何今の、ちょっと、いや、ポイント高いな彼な。うん、チャラいけどね、そこはやっぱいいよね。おれ、クロード君を助けに行くんだってな。ずいぶん会ってねえけど元気かな。おで、先生を信じてこっちに着いたけど、クロード君が嫌いなわけじゃねえんだ。ああ、そうだな、クロード君は誰とでもすぐに仲良くなっちまうようなやつだったぞ。素敵だよね。同盟がどうなろうと別に知らねえけど、クロード君には死なねえでほしいな。
わかる、とってもわかるね。よし、あとは食堂でね、レッツ料理パーティーまあどうしよう、なんか意外性のある組み合わせみたいなのがいいんだけど、ダメだった特別な会話も特になかったわ。これいいじゃん。はいはい、こうしてまたお前たちと食事を共にできるとは思っていなかった。よきよき、また何度でも共に食卓を囲みましょう。咎める者などいないのですから。あー、よきよき、何これ最高って感じ。アッシュくんとじゃあリンハルトくんで。これ男女でやった方がいいのかなってちょっと今思った。男女でやってみよう。男女だ。ごめん、なんかちょっと違うな、違う組み合わせだよねこれはね。ほうだよね、ごめん。ってなるとここだよね。はもうなんか絶対って感じ。先生とヒルダさんが一緒だといつもよりご飯が美味しい気がします。私もだよマリアンヌちゃん、もりもり食べて明日も元気に頑張ろう。頑張ろう。これでとりあえず食べておくべき人はみんな食べたかな。そうだ、カスファル食べてない。カスファルと誰と組み合わせよう。カスファルとフレンなんかパンチないな、ごめん。これなら何人前だって。いかついよねカスファル服がね。よし、ではですね終わりましょう。おお、私の誕生日来ますよ、お任せでいいです。私の誕生日優先なんで、ちょっとただ私の誕生日ってことは、そう、この人の誕生日でもあるっていうね。これはどうすればいいのだろう。このままでいいんじゃない。適当。先生、いいとこで会った。ちょうど探してたとこなんだ。今大丈夫か。人形について聞きてえことがあってよ。人形の替え時ってのが全然わかんねえんだよな。戦況とか地形とかも関係するみてえだし、もうでどうしていいかわかんねえよ。これ多分見たことあるよね。はい、見たことある今のは。まあ、俺はね仲良くしてたから、私出た、私のデミトリからお祝いの写真届いています。やった、すまないね花を送ったから。何もしてないわけじゃないから、花を一応送ったからね。よろしくお願い。少し悪く、学ぶべきことはつ、よし、待って、なんか出てる。これはやらないといけないね。なのでじゃあ次回いつも28だと思うの、始めるとしたら21からやりましょう。で次回はだからこれですね、この白銀の乙女、これをやろうと思います。ということで、この辺で終わりたいと思います。
バイバイ。